こんにちは、いけちゃんです。今なんですけど、私メンタルを爆闇してるんですよ。ツイッターで見かけた人いるかもしれないけど、私就職して、で就職先もね、なんかもうネットでバレてるんですよ。この設計事務所で働いてます。で社会人になっちゃったわけなんですけど、社会人ってさ、やばいよね。 YouTube をやってる時は編集もさ、企画も案件もなんかもう何もかも自分一人やってたから、誰にも迷惑かけないのに、就職した途端にさ、迷惑をかける人間がいるっていう状態がなんか耐えれなくて、もうバカ読みしてる。代表にも相談してるんだけど、で今はちょっと元気そうに見えるじゃん。動画回してるからまだマシな方なんだけど、さっきまでも本当に爆やみしてずーっと寝込んでたんですよ。なんか知んないけど、なんかもう体重くてずーっと YouTube 見てて、私が最近見てるのはコオロギからラーメン作ったりとかね、なんかそういうくだらねえやつそういう動画見てて、もうどうしようかな。いつも一人だけど誰かに相談したいなって気持ちになって、今回は友達を呼びました、家に。なんでこの後私の友達が家に来ます。あのセカンドハウスにちょっと話聞いてもらおうかなと思って、で今回は私が食べたいものをいろいろ買ってきたので、これを一緒に食べてもらおう。一緒に食べつつ話聞いてもらおう。就職した最近の私の話をみんなも聞いて、ということで今回はめちゃくちゃ雑談会です。ちょっともう来てしまう前に何かやれる準備をしないと。どうしよう、全然人が来ることがないから何をどう準備したらいいんだろう。いつもだったらダイレクトにこっから食べちゃうけど、皿に移す。はい、横かな、こうかな。冷やしトマト、来たかもしれない。来た。これはどれどれ、ちょっと待って、まだ喋んなって。今食べ物の紹介なんだから。でかいな。久しぶり。久しぶり。なんかあんま元気そうじゃないな。うん、ちょっと病んでるかも。うん、まあ聞くわ話を。うん、もう撮ってる？もう撮ってる。あ、撮ってる。うん、あついに来たぞ。池セカンドハウスに。池セカンドハウス？そうだよ。うん、もうすごい。ベッドも何も置いてへんやんけ。食べてください。はい。なんか。うん、どういうやつとかないの？あー、こんにちはみたいな。あ、もう取っちゃってるんだもん。え？ピアコが来る前に手出し取っちゃった。あー、もう取ったん。じゃあ俺なんかゲスト急に画面から出てきたってこと？うん。あー、ピアコでーす。久しぶりやね。これ食っていいの？どうぞ。あー、ありがとう。お、すごい高級なやつもあるやん。ローストビーフ。これ取り皿ないの？え、直箸で食べて。ちょっと待って、直箸で食う、うん、横から食べる。こっちまで持ってきてくれ。高級なローストビーフやで。うん、うん、おいしい。おいしい。分かった。はい、乾杯。乾杯。そっから飲むの？うん、飲んでるこれ。ここのメッシュ綺麗なの？うん、いやでも毎回こっから飲むから、すごいバイキンが、うん、そろそろ汚そう、うん、もうだいぶ汚い、うん、ファブリーズしか対応がないって。めっちゃ汚そう、うん、なんかツイッターとか見てたけど、うん、だいぶ病んでるやん。どうした？なんか就職とか YouTube 以外の仕事とかさ、うん、人間関係とか、うん、酒打つとか。ああ、うん、でも儲かってねえの？儲かってる。いや儲かってる。いや儲かってるよな。だって YouTube、 だって前まで YouTube だけやったん、正直収入が、うん、案件とかも今あるやろ。収入源増えてるやろ、うん、女ガッポガッポやんか。ガッポガッポだけど、その分精神バッコバッコみたいな、うん、ああなるほどね、うん、なんかでもさ、琵琶湖もさ YouTube 以外の仕事めっちゃしてるじゃん。いや俺そもそもガッポガッポやん。そもそも YouTube が本職じゃないから。本職が何なの？本職営業マンよ。副業が？副業が YouTube 違う。あとは？いやもうグッズとかさ、うん、発送したりとか、うんうん、なんか案件のやつとかたまにあったらそれをやったりとか、うん、はいはいはい、忙しいからそんなにやんでんの？なんか人間関係うまくいかない。人間関係？え、なんでさ、だってさ、私さこの前ツイッターのサバカナも言ったけどさ、うん、仲いいのさ、ツイッターの坊主と琵琶湖しかいない。特殊すぎんねん。普通のやつおらんのか。坊主も坊主でようわからんし、なんかツイッターとかあれや選手権やってるだけで金入るの、うん、ちょろいよな。
やちょろいなあいつ。でもあのフォーマット作ったのはあいつだからすごい。いやまあ確かに、やっぱ生み出すのはやっぱすごいよね、うん、そう思うと。でも YouTube イケジ全然上げてんやん最近。1週間に1本上げるかじゃない。前より少なくなった。収益下がってきた。うん、チャンネル登録は、チャンネル登録全然増えない。だって50万人全然いかないの。あーそっか、うん、2年くらい前は週に3本とかできたの長尺。あショート動画も毎日投稿してたの。いやだから俺その時に初めてイケちゃん見たんちゃうかな。だからすげえなみたいな。うん、あの時から個人でやってんの。うん、ずっと一人。あじゃあだからその回のバイタリティが本来あるはずなのに、うん、全然投稿しなくなって。あーなるほどね、やばいよね。で今人間関係は誰が嫌なの。誰が嫌なの。誰まあ、いろいろありますよ。あ、いろいろ、うん、でも仕事関係はいろんな人とさ、それこそ行政とか一緒にやってるわけやろ。うん、その行政の人とかとトラブってるわけではない。な、全然ね。だから公共の人間関係が嫌になって村に行くの、これから。村？そう、なんか自給自足みたいなさ、うん、やっぱりなんかコミュニケーション能力が私低いなと思って、うんうん、村に行って、うん、ダッシュ村みたいな感じで。え、トキオになんの？池、うん、池村作って、池村、そう、一人で生きていこうと思って。え、それは金もらえんの？地域おこしみたいな。え、いや、実は要は地域おこしなんちゃらったんやろ、うんうん、あれはなんか金の匂いがするわけよ、俺からしたら。まあ、ないあいの。すごいやんか。でもそっからあの交通費とかいろいろ払わなきゃいけないから。あ、そっから、うん、ああなるほどね。それでももらえるのか。ありがたいよね。まあまあ、ありがたいっていうか、俺も、うん、すごかそこ。俺の本職より多いんちゃうか、ほんま。で、その地域おこし何すんの。古民家をなんか建て直すみたいな、改修みたいな。で、そこに住みつつ、東成瀬村こういうとこだよみたいな YouTube 新しくやる。ああなるほどね。サブとかもいっぱいあるやんか、うん、一応このメインチャンネルと、うん、あとゲームチャンネル全然投稿しない。前ゲームチャンネルあった？お前そんなゲームやってたっけ？でも前さ、あのポーカーのディーラーやってたから。ああなるほど。そうそう、だからあのポーカー投稿しようと思ったんで、編集でポーカーってあるすぎてやらなっちゃって、でその後私ポケがハマって、うん、ポケが投稿するかと思ったら、うん、開封動画めっちゃ編集めんどくて、うん、未だにポケカをやってんのに投稿しなくて、うん、サブチャンネルがシーシャのチャンネルあって、うん、で動画めっちゃ編集したのあるんだけど、うん、全部広告ついてなくて。シーシャあかんの？そう、投稿するにできないみたいな。え、あれ、おや、俺も見たけどさ、うん、あれ広告ついてないんだ。え、なんかさ、ユキヤとか全然マシじゃね？いや、ユキヤ。いや、そうやな、それはそう、うん、俺とかもさ、なんかそういう下ネタ系のやつもあるからさ、うん、怖い、俺と、だから広告全部ついてる？基本ついてるはず。おー、有料 YouTuber。 いや、有料 YouTuber やけど危ないよ、なんかコンカフェのなんか闇、下着丸出しのなんかちょっと、あれだよね、霜っぽい。いや、そうそう、だから、ね、いや、時期あかんかったら俺もやばいかなって、うん、そう思ったらイケちゃんもいろんなことに手出して YouTube が彼にバンなったとしてもなんとか生きていけるやん。え、でもね、全部ね、広く浅くなの。でもあなた一級建築士になったわけでしょ。まだ免許ないもん。なんか全部広く浅くなの。 YouTube も別にそんなめっちゃ大物の YouTuber なわけじゃないし、うん、別に建築士としてもめっちゃ有名なわけじゃないし、うん、ディーラーとしてもちょっとカード負けるくらいし、なんか、うん、広く浅くなる。まあ、まあこれから地域貢献をしてて、そっちでも、まあ、仕事としてやっていくわけでしょ。うん、え、でも人間関係があかんねやろ。そう、なんかがあかんから一旦自給自足の生活しつつ、うん、修行僧みたいになって、うん、見つめ直す人生を。いや、気がついたらしめさは全部自分で食べてる。え、しめさはちょっと残しといて。え、マジ？え、1個ぐらい。あ、じゃあ、ちょっと。お前も最後の1個だけよ、お前。全然ガツガツ食べてる。ヤコ誰と仲いいの？俺、仲いいやつなんかも限られてるよ。ジャンルで言うとさ、あの、ピーナッツくん。あと、個人的にご飯行ったりとかすんのは、おばあちゃんが多いかも。なんか、ジャンル的にもそれも同じような下ネタ的な感じやし。なんかあれだね、普通に顔出して歩いてもバレなくておもろいね。いや、確かに俺ら2人がそうやね、うん、普通に歩いてても誰もわからんからな、うんね、でも池ちゃんとかやったら声かけられるやろ。あんまり私影薄すぎてね、どんどん声かけられたことない、うん、あ、そうなの。うん、どこにでもいそうじゃん。これでさ、電車乗ってるのに何も言われない。え、マスクとか普段してる？してない、これで歩いてる。それで歩いてんの？うん、何も言われない。今年1回も言われてない。毎日外出てるの。え、じゃあ琵琶湖は精神病むことがないってことでいいんだよ。いやー、どうかなー。基本的にはあんまりやまへんけど、もともとバンドマンやからさ、一緒にライブとかしてた人とかが、うん、やっぱり大きいステージでやってるとかさ、うん、まあ YouTube の仲いい友達とかでもなんかすごい稼いでたりとかしたら、うん、あ、すごいなーって。
俺なんかまだまだやなって押し込むことはあるよ。それこそさ、俺もその YouTube で再生数とかさ、うん、全然上がらんかった時とかさ、はいはいはい、イライラしてたもん、うん、寝てるやつ。でもさ、うまくいってるってさ、もうめっちゃルンルンだよね。そうルンルンよ。またルンルンな時期になりたいけど、なかなかそれもずっと続くわけじゃないから。でも最近いい感じじゃん。え？俺？めっちゃショート動画とか出してるじゃん。まあ、ショート動画もう無理やり出してるのよ。だからもうオワコンって言われると嫌やん。私はもう別のチャンネルに移行して、うん、村人チャンネルか。井口は手広く金広く。最終一騎打ち建築士あったらさ、何でもいけるやん。建築士取ったからって言って、うん、突然さ詳しくなるわけじゃないからさ、試験受かりはするけど、うん、なんか大学の受験勉強と一緒にさ、うん、受かった途端にさ全部忘れることない。まあ確かに。そう。でもそれが起こってる。じゃあさ、例えば、うん、まあ一級建築士、うん、まあ免許は取ったけどまだ、うん、なってないわけでしょ。いや免許がなくて、一緒に受かったけど、うん、免許がなくて。免許ぐらい。免許取ったらどうやったらお金が入るの？いやでも普通に設計事務所か今も月いくらとかで入ってくるよ。今何本持ってるの？今は、うん、月営業後全部 P になるけど、うん、月働いた。そう。トークに困った時に質問を募集してるんよ。どんな質問？ピアコくんはイケメンかどうか。どう？イケメン？でもなんか、うん、この前35歳の誕生日だったじゃん、うん、全然若く見えるよね。あー、うん、やっぱりマッケンより似てる。おー、マッケンよ、ほんまに？うん、似てる似てる。それは初めてかもしれん。ほんと？うん。ピアコ飽きたら来ないの？いや、別になんか用事があったらいいけど、わざわざ行くことないよな。飽きたって何があんの？田沢湖。え？リアコくん、イケちゃんが秋田に移住するのどう思いますか？住民票どうなってんの今？もう、として村人になった。あ、村人になった？うん。ここは移住する前にも借りてた。だから東京に家に行こうと、村に行く。すげえ、2個あんの家。家賃すごない？だってさ、ここのさ、この部屋さ、セカンドハウスだからベッドないじゃん。ない。絶対終電で帰るよっていう部屋が。あ、なるほど。そうそうそう。なるほど。うん。でも、家賃すごそうだな。いくらだと思う？14万ぐらい。12万。あ、12万、うん、まあ普通にここに住めるもんな、12万で、うん、まあまあまあ、コラボのきっかけ坊主バーよ。ここでまた坊主が出てくる。また坊主やね。また坊主やね。いやでもさ、うん、俺が1日店長の坊主バーでやった時に、うん、俺の次の日がイケちゃったよ。はい、で、また俺が1日店長するってなって、うん、その次の日がまたイケちゃったよ。あ、そうなの？そう、続いててさ、いや、イケちゃんのことは知ってたからさ、うん、いや、なんで坊主さんイケちゃんに合わせてくれへんのみたいな感じになって、はいはいはい、ほな、明日来たらいいやんっていうので、そこで。なるほどね。YouTuber みんな坊主さんのバーで働くよね。いや、確かに。違う、あいつ営業してんだよな。あいつの営業力もすごいけどさ、うんうん、あの、坊主さんの空気感がちょうどいいよね。まあ、ちょうどいい。ちょうどよく緩いよね。うん、緩い。リアコには何も聞きたくないですって言われてる。実際琵琶湖と付き合うの渋い理由って何ですか？やっぱケチだから。ああ、どうなの？俺は全然いつでも見るかも。なんで逆に拒むの？だってなんかここ臭いし。さっき顔出たもんな、これな。なんかここ臭いし。いや、そんなん言われてももうこれ取り替えできへんから。お互いの貯金、年収予想。ガチ？でもあれじゃ借金あるんでしょ、琵琶湖って。あるよ。借金今いくらあるの？借金が、去年のマイナスで言ったら900万マイナス。去年1年間で？うん、まあ900万円です。でも借金自体はね、うん、今600万ぐらい。ああ、そうなんだ。うん、イケチ何本あるの貯金？老後困らないくらい。老後困らないぐらい？2000万ぐらい。でも今仕事を辞めたら困るくらい。でもさ、なんか体感常に金欠じゃない？物価上がりすぎて。ああ、まあ確かに。だからなんか、うん、貯金全くないわけじゃないのにさ、うん、ずっと YouTube で金欠言ってる、うん、ああ、まあそのためにさ、コメント欄でさ、うん、本当は金欠じゃないだろうとか。まあ俺たちガチめに金欠やからな。いや、私もなんかあのマインドはめっちゃ金欠ですね。まあまあ、そうか、うん、もうちょっとカフェも YouTube でちょっと早く。でも50万人行きたい。なんか琵琶湖の方が50万人行くの早そう。いやー、そんなことないよ。質問終わり、これで。なんかだってあんま来なかったの。うん、なんか、ね、なんか私が普段インスタストーリーで質問ありますかって言うと、ね、質問こうバーってくるので、うん、今回それのね10分の1くらい。10分の1。全然来なかった。あー、もう俺のこと。イケとビワコに質問ありますかって書いたの。イケ2じゃなくて。うん、なんかビワコが入ったことによってみんな質問シーンがあったよ。今日はイケだ。つらつら。ラストローストビーフ。ラストローストビーフ食べてもらって。もう食べるのだけでもストロル。おお、いい肉やな。うん、なんか
ちょっと元気になった気がします。そうか、よかった、うん、よかったよかった、うん、ありがとう、元気になりましたよかった、うん、ありがとう。やっぱり俺らはあれやな、かけがえのない存在やな。あ、かけがえのない友達。うん、え、うん、ありがとう、うん、うん、そう、いつでもね。